行きます。
フィーバータイムだ。ほらよ、王将連客後期だ。遅い、今です。それ、頼みます。後期です。それ、ここだ。フェリー、もらった。成長しました。頑張ります。なあ、ブーストゲージ、チャージ完了。炎とアルーシャに感謝を。やったー、崩れたぜ。シャード展開の攻撃。速攻で決める。スキル発動よ。もらった。全力でいきましょう。フレアディスレイ。いい感じです。アリエスさん、助かりました。よっ、今です。後期です。ブーストが有効。エイキラー、もらった。アニエスさん、やっ、エイもらった。いい感じです。大したもんじゃねえか、アニエス。お宝発見です。敵襲だ、気をつけろ。攻戦開始、サポートするわ。チャージアタックが使う。崩れたぜ。敵多数、どうか慎重にね。まとめてぶっ潰す。出力最大、頑張ってね。スキル発動よ。派手に決めるぜ。ブーストゲージが拡張したわ。ブーストゲージ、チャージ完了よ。あ、ざっとこんなもんって。うん、なかなかやるな。おい、やるか。チャージアタックが使える。なあ、皆さん、お疲れ様でした。アースの有効さんで試してみて。ソラ、ここだ。そこまで決めるぞ。シャードブーストのチャンスよ。ほらよ、暗いな。アローさん、ゼア、暗いやがれ。チャンスです。ブーストするなら今よ。頼みます。もらった。後期だ。キンテールさん、目標補足、貫け。良さそうな宝箱で。ふん。
この程度か。お疲れ様です、キンケイドさん。雑魚発見ってな。せっ、はい、なま、できたす。どうか信じるね。まとめてぶっ潰す。シャードブーストのチャンスよ。ザイファ駆動。ブーストが有効だ。ユースビフアルアハブアンファスだ。アニエスさん、ブーストするなら今よ。ドライブ開始。もらよ、行くぞ。シャーザイファ駆動。はい、崩れました。フィーバータイムだ。シャードブーストのチャンスよ。ぜっ、くらいやがれ。ここだフェリー。えいえい、押せ。はっ、良さそうな宝箱です。やりました。
俺がオラシオンの孤児院で厄介になってたのは知っての通りだが、その後あるところに引き取られて、ちょいとばかりいろいろあったんだ。いろいろあった。いいことも悪いことも。だが14の時に転機があって、また別の筋に引き取られて、そこで勧められて受けてみたのがアラミスの入学試験だったんだ。そして俺たちは7年ぶりに再会した。エレインにしてもルネにしても互いの近況を全く知らないまま、まあこういうのをまさに腐れ縁って言うんだろうな。オラシオンで別れてからの7年、あいつが何をしていたのか私もエレインも分からなかったが、何かがあったのは想像ついた。だがあえて踏み込まず再会を喜び、休校を温めていった。4月後半にある学芸祭や私自身が出馬した生徒会長選挙、それらを通じて幼い頃に戻ったような気の置けない仲となり、バンとエレインは私の生徒会業務を手伝うようにもなっていった。だが当然幼い頃のままではいられない。バンとエレインはごく自然に互いのことを意識するようになり、秋が深まる頃には思いを伝え合って付き合うことになった。幼い頃から二人の淡い気持ちを察していた私にはやっとかという気分だったが、それでも弟分と妹分がくっついたことは寂しくも嬉しい不思議な気分だったものだ。私がエレインのことを、いや特にそれはなかったな。当時も付き合っていた彼女がいたし、リア充？そう言えなくもないだろう。私に宛てた手紙にあったのは、悪いエレインを頼むの一文のみ。エレインに宛てた手紙にはさすがに不器用な謝罪が綴られていた。だが肝心の理由については結局のところ何一つ書かれていなかった。こうしてアラミス高等学校2年生バン・アークライドは中退したわけだ。7年、いや7年半前の話だな。大丈夫ですよフェリちゃん、アーロンさんに、キンケイドさんも。え？あんなことを言い出したのは逆に私たちに向き合っているからだと思います。ごまかしたりうやむやにしたりしないで、何かあるってちゃんとサインをくれて、優しくてちょっとずるくて誰よりも頼もしいけど少し臆病な人だから、私あまり心配していないんです。今のバン様は解決事務所の長として
十分にわきまえていらっしゃいます。特に無理もせず、ごく自然な配慮で。そうね、なんだかんだ面倒見いいし、私の事情にも付き合ってくれるし。そんな説明じゃエレインさんたちもアニエスたちも納得しないんじゃない？いずれアバン様が向き合う必要があると存じます。アニエス様たちに、エレイン様たち、ベルガルド様に、ビストロのご一家、あなたを大切に思っているすべての方々に。私もその一人ではありますが。言っとくけど、僕たちだって突っ込みたいのは山々なんだからね。でも優先順位ってあるじゃない。その辺はしっかりしてほしいかな。ったく、なんか向こうでも似たようなことを言われてそうな気もするが、どこかでけじめはつけるぜ。てめえ自身にカッコつけるためにもな。まずはそれでいいんじゃない。バンさん、カッコつけだもんね。及ばずながら、私たちにもお力添えさせていただけると。バンのやつもそろそろ焼きが回って、いや、年貢の納め時かもしれんな。こんな小娘に見透かされてるくらいだからな。つうか、自分探しのモラトリアムを続けてるようにしか見えねえぜ。自分探し、あ、確かにそんなところはありますよね。モラトリアムっていうのが何なのかは分かりませんけど。さすがにもうちょっといろいろあるんだと思いますけど、でも信じています。ちゃんと向き合ってくれるって。私たちに対してというより、他ならぬバンさん自身に対して。アニエスさん。小娘が生言いやがって。だが奴には何より聞く言葉かもしれんな。7年前に同じことが言えていたら、いや、栗本か。何が？飲まえんじゃねえ！
シャキッとしろ、アクタレバン。わってるっつの、ルネ坊ちゃん。名前で呼ぶな。それに坊ちゃんもだ。クソが。非科学的存在には負けられない。私たちも最大限のフォローをいたします。アルーシャよ、どうか私たちにご加護を。グリムキャッツをなめるんじゃないわよ。戦闘力高位幻獣クラスと推定。来るぞ。シャーロックスのチャンスです。全力でいきましょう。頼んだぜルネ。好きにはさせん。イクシードレイン。甘い。好機です。ブーストが有効だよ。ユースビフアルアハブアンファスナ。アニエスさん、ブーストするなら今よ。ドライブ開始。せい、もらった。お返しだ。好機です。ブーストが有効だよ。託します。真打ち登場だ。手を緩めずいて。地球発動よ。ズヤ、喰らいやがれ。それチャンスだ。そうだよ、チャンスです。ドライブ開始。好機だ。シャーロックスのチャンスです。頼んだぜルネ。目標補足、貫け。チャンスだ。行くぜ。こいつは効くぜ。上げていこうぜ。しまいにしようぜ。せい。バンダライズレイダー。させません。チャンスです。やあ、ターンです。行きます。はあ、ほらよ、暗いな。王将連客好機だ。私にお任せを。この調子でいきましょう。ドライブ開始。いや、アニエス様、行くぜ。崩せるかよ。お返しだ。あ、ミゼットさん、チャンスだ。この調子でいきましょう。ジャイファ駆動。そうだよ、
なんとかしないと。大丈夫ですか、皆さん。大いな光の炎魂、我らに息吹を与えたまえ。ワルト、この機は逃しません。上げていこうぜ。ああ、ミゼットさん、フィーバータイムだ。ほらよ、くっけんよ。ゼア、くらいやがれ。チャンスだ、こっちだ。そらそら、シールド展開。参ります。はあ、いや、アニエス様、バンさん、覚悟。私が相手です。ガードします。いや、ミゼットさん、行きます。させません。ガードします。この機は逃しません。いや、いや、そこです。アーロー様、聞くかよ。お返しだ。いいな、この場は必要あるまい。加勢するわ。現時点でつけられるけじめはつけてきた。あなたたちばかりにいい格好はさせない。バン、一命をつける。後の者は左右を押さえるぞ。ブーストのチャンスよ。頼みます。捕らえま
けないんだから。出力全開だよ。これは効くわよ。ここが攻め時かと。クリミナルビューカどんなものでも盗んでみせる。覚悟はいい？酔いしれなさい。グリムナイトワルツ。ブーストゲージが拡張したよ。後期です。キャー、ここです。この木は逃しません。やっ、リゼットさん、後期です。えいえい、今です。この木は逃しません。ガードします。シャード展開。行くぜ。ぶちかませ、じいさん。カトル、頼んだ。シャードブーストのチャンスよ。相打ちだ。シャードブーストスキル発動よ。出番だ、カトル。射線。そこまでだ。シャードブーストのチャンスよ。すごい度胸だ。シャードブーストの攻撃だ。行くよ、ゼア。ランスモード起動。ディガンマドライバー。ブーストゲージが拡張したわ。ベルガルドさん、はっ、押せ。私が守るわ。が返り討ちだ。押せ。もらった。私が守るわ。立て直すぞ。体力減少、ピンチだね。アロン、任せた。月が発動よ。もらった。行くぞ。はっ、はっ、もらった。させない。やばい。行くぜ。さあ、ありがたい。チャンスだ。ドライブ開始。頑張ってね。良い度胸だ。電気解放。スキル発動。はい。テン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 イン、ヨンヨン、ボン、クーハン、ロクラージャー。アロン、任せた。もらった。それ。行くよ。シールド展開、ベルガルドさん。やらせはせん。バトル、頼んだ。シールド展開。私が守るわ。返り討ちだ。スキル発動よ。スキアリ。
チャンスです。頼んだぜルネ。目標補足貫け。ここだエレイン。シャドウスキル。エゼキュラエレイン。遅いセイハッローエンクリン。アニエスさん、ブーストライブ開始。こちらのターン。諦めろ。終わりだ。消去。この調子で行きましょう。行くわよ。とどめ。ひるんだわ。それ。ドライブ開始。遅い。消去。電気解放。そこだ。やったか。おいおい、邪気を感じて来てみりゃ。
ああ、やんのか赤毛。で、こいつは高位悪魔の残滓。やれやれ、先生もいますし、出遅れちゃったみたいですね。お疲れ、エレイン。いいタイミングだったみたいだね。かすかに剣撃が響いてたが、どうやら幼馴染同士うまく連携できたみたいじゃないか。いや、別に。気のせい、気のせい。
まさかツァオたちまで来るとは。やっぱカオスになったじゃねえか。レンさんに聖杯騎士たち、皇太子殿下まで同席するなんてね。ちょっとありえないというか、いろいろ突っ込みたくて仕方なかったわ。それを言うならリーシャマオにジュディス・ランスターも同じだろう。いろいろ貸し借りもあるし、野暮なことを言うつもりはないが。ま、コメントは控えておくぜ。お堅い副会長殿はそうもいかんだろうが。いつの話をしてるのよ。黄昏の時点で割り切っているわ。オラシオンでの決着も表裏双方の協力あってこそでしょうし。そうか。ま、その割り切りが大人になるということだろう。モラトリアムをこじらせた兄弟分を見守ってきた身としては少し肩の荷が下りた気分だ。一緒にしないで。だったらせめてこれだけは聞かせてちょうだい。どうしていなくなったかじゃなく、なぜ力にならせてくれなかったか。
確かにルネも含めた私たちはあの時、大人と子供の狭間であなたの抱えていた事情や問題に力になれなかったかもしれない。でもあれから7年、私たちはお互いそれなりに成長したわ。私たちだけじゃない、女子さんたちをはじめあなたの力になりたい人は大勢いるはずよ。それでもまだ頼ってくれないの。悪い。エリン。そうね、ごめんなさい、踏み込みすぎた。だから謝るのはこっちだろ。だがまあ、お前の怒りはもっともだし、それが嬉しくもある。ありがとな。あなたかっこ悪いわね。ああそうだな。かっこ悪いというか無様だろう。ニヒルを気取っているようにしか見えないのが痛すぎる。そうね、正義の味方なんて揶揄されている私たち以上に、なんだかんだ困っている人を見捨てられない甘さも含めて好物のスイーツも顔負けのダダ甘さだからな。そこまで言われるほどじゃねえよ。あなたのカッコ悪さがどのレベルかはさておき、女子さんたちにはもう少しカッコをつけた方がいいと思うけど。うん？ちっ、もう終わりかよ。すみません、そろそろお開きって伝えに。その割には息を潜めて聞き入ってたみたいだけど。お前らいつから聞いて。申し訳ありません、ありがとうなあたりからです。やれやれ、鼻は利くくせに気配察知はまだまだみたいねエレインさん、一旦支部に戻るが、お前さんはどうする。あ、それとも誰かさんとアフターとか。そんなわけないでしょ。私も付き合います。こちらも戻るけど、キンケイド君はどうするの。ええ、自分も戻ります。ねえ、せっかくいろんな綺麗どころとお近づきになれたのに。警部、僕はもうちょっとだけ。お前は報告書がまだだろうが。わかる、わかるぞ、アコードよ。いやあ、私も同感だが、そろそろ常連方に譲らねばね。バンさん、誘ってくれてどうもありがとね。楽しかったです、本当に私にも声をかけてくださり感謝いたしますよ。あんたは呼んだ覚えはねえよ。わりわり、舞姫目当てで連絡したらついてきちまったわ。っておい、嘘だろ、本当にあんたがアラミスの先輩だっていうのか。あ、でもバンさんたちが主催した7年前の舞台はすごかったですよね。アルベールなんか映像を見て感動して絶対やってみようとか意気込んで。言ってないま、学芸祭の企画時期だし
そろそろ考え始めないとね。それじゃあね、バンさん。お招きありがとう。いやー、濃い人たちばかりでとっても楽しかったです。そりゃ料理も美味しかったし、すごく刺激にはなったけど。もうありがとうございます先輩。お、デレた。デレ半分、対抗心半分かしら。分析しないでください。いえ。まもなく2番線に列車が参ります。ごくオービル地区経由となりますので。あら、来ちゃったわね。アニエス、行かなきゃ。うん、その、何でもないです。おやすみなさい。今日はゆっくり休んでくださいね。今夜はもうこれ以上嗅ぎ取れなさそうだが、明日明後日は溜まっている依頼案件もこなさなきゃならねえ。やり残しを片付ける意味でも軽く一回りしてみるか。